はい、皆さんこんにちは、ストレッチ中島です。本日も中島さとしオンライン、皆さん見ていただきましてありがとうございます。はい、それではですね、本日のテーマいきたいと思います。本日のテーマは左右差を極力なくす、それの骨盤前傾タイプについてお話しさせていただきたいと思います。ですね、骨盤前傾の一応、姿勢の確認をさせていただきますけれども、骨盤前傾は骨盤自身が少し前傾、前の方に傾いていて胸が張ったような、そのような基本ポジションになります。でこの場合の、左右差につきましてですけど、体がですね、胸が張っている状態で足が少し伸ばしたような感じになりますので、基本的には足の長さが違うというのは大半の方ですよね。足の長さはそのまま、その場合は長さは変わった形になります。でじゃあこの長さをどのようにしていくかというとですね、長い方の足ですね、長い方の足の方が確実に地面には早くつくわけですから、でここのところをですね使って、できるだけまず得意な長い足の方がしっかりと乗ることをすごい大事にします。そして、短い方の足というのはどうしても左右差がついてしまうんですけれども、長い足の方でしっかりと板をしならせる、または少し、大きくスキーを動かしてあげることによって、それの反動で不得意な、要は短い足の方もですね、しっかりとその反動を使って、足元をしっかりと踏むことができますので、どちらかというとこちらの骨盤前傾タイプの場合は左右差をなくすというよりは、足が長い方ですね、長い足の方の方の、ターンを極力レベルアップすることによって、短い方の足も結果的にどんどんターンの質を上げていこうと。そうすることによってレベルそのものが全体に上がることによって、見た形が左右差がなくなるという形になっております。ですのでですね、まずはですね、自分がどちらの足が長いかなっていうのをですね、実際に寝ていただいたりするとその差は分かりますので、まずはそこからですね、皆さん自分を見つめ直してみていただいて、それからあ、そっかと。そしたら長い足の方のターンをですね、外足にせよ、内足にせよ、長い方の足を使った方をうまく使えれば、また違った形のターンが見えてくるのではないかなと思いますので、ぜひ皆さんトライしてみてください。はい、それではですね、今日は左右差を極力なくすということの、骨盤前傾タイプについてお話しさせていただきました。はい、それではですね、今日はこれで終わりたいと思います。皆さん最後までご視聴していただきましてありがとうございます。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。